備校でトップになるためには予備校講師になっちゃいけないと思ったんですよ。おお、自分が面白いんじゃないか、自分が面白いんじゃないかと、どんどん勘違いです。ぶっちゃけでも予備校の業界に戻りたいっていう気持ちはありますか、はい、尊敬してない予備校講師って一体誰のタイトルじゃない。 YouTube 一本で暮らしていけるようになったのどれぐらい、はい、では YouTube の広告収入とクラウドファンディングでいただくその支援のお金で、Hello there、 始まりました、ぼちゃちゃんです。今回はですね、ついにやってきました超有名教育系 YouTuber ですね、たくみさんにおいでいただきました。お教えていただきありがとうございます。早速 CM ですか。ちょっともう やらしいですよそんな、僕も読みましたけどですね、難しい数式は全く分かりませんが微分積分を教えてくださいっていうですね、たくみさんの本が出ていますので、わっえあれあれあれ、ずいぶん大きくなりましたね。ということで、何ですかこの小ボケは。そうですね、小ボケが無駄な時間。部屋に着いたらなんかもういるし、ドッキリかなと思って、ドッキリでもなんか反応抜かれてるのかと思って。ということで改めましてですね、はい、高見さんにおいでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。予備校のノリで学ぶ大学の数学物理講師の匠です。普段ですね、大学生向けの理系の授業動画をアップしてます。ぜひ数学や物理好きな人を見てみてください。の貼ってありますので概要欄にぜひ見てみてください。はい、予備校の先生になりたいとかっていうのはいつ頃から思ったんですか。その教えることがまあ比較的うまいと感じたのは、はいはい、高校の時ですかね。そんなに進学校でなかったので、はいはいはい、言ったらまあ高校で一番勉強ができたので、うんうんうん、例えばテストの時とかに勉強を聞かれる、はいはい、で教えるでなんか評価されるっていう経験を割と繰り返していたので、なんかまあそこで教えるの実はできるのかなって思って、うん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 、で大学に入って、まあ、すぐに、まあ、一番時給のいい仕事は何だろうと、あ、なかなかね、はい、あんまりクリーンな理由じゃないですけど、はいはい、まあ、まあ最初そういうふうに考えちゃうわけですよ、うんうん、でやっぱそうするとその集団授業をする塾とか予備校の時給はすごいいいんですよね、はいはい、その学生から見たら、そうですね、だからまず最初にそこでやってみようと思って実際やってみたところ、まあ、想像の10倍ぐらいうまくいった授業が、それでまあ、あ、こういうのもありだなと思って、うん、一つの軸としてですね、でももともと研究者を目指してたので、はい、なんかまあ二軸でいけたらなって。なるほどなるほどなるほど、はい、YouTube に行くきっかけは何だったんですか。 YouTube に行くきっかけ、はい、まあ、予備校はすごく楽しかったですね、やっぱり、まあ、言ったらそのやっぱ研究者を目指す上でしっかり研究しなきゃいけないし勉強しなきゃいけないから、はいはい、本当にうまく二軸でやってたんですよ、うん、大学に博士課程に進むタイミングで、まあ、その国からお金をもらって研究することになって、はい、それでまあアルバイトが禁止ということになって、まあ、一旦予備校講師を辞めるんですが、その時にふと気づくんですよね、はい、あ、割とその講師という仕事でメンタル的に救われてる部分もあったし、はあ、すごく自分がその仕事好きだったんだなって改めて実感するんですよ。今までは単なるその自分が得意だなという認識しかなかったんですよ、教えるのが。でもそこで、あ、楽しんでたのかなって、はあ、なるほど、うわ、あのブランクが怖いなっていう。あ、なるほど。博士課程って最短でも基本3年間なんですけど、はい、3年間授業しなかったらどうなるんだろうと思って、はいはいはい、チョークも持つ機会が減るし、はい、授業する機会も減るし、うんうん、どんどん下手になるんじゃないかと。ああ、なるほど、心配するわけですね、はい、だから何かその練習する場所が欲しいなと思って、で、YouTube あるじゃんという話になりました。すごいですね、はい、僕の前からもやってる方はもう何人かいたので、はいはいはい、はい、それ参考にさせていただいてやろうと、で、上げ始めたんです。はい、もうどうせならその高校とかやるより今自分が研究しているのが大学のもちろん範囲でそれ以上なので、まあそういう範囲をやったら面白いだろうというのがあって、なるほど、はい、予備校講師でそのトップになるまでものすごい時間がかかるじゃないですか、はい、そうですね、はい、まあ、年功序列じゃないけど結構そういう風習はあるのと感じていたので、だからまあなんかまあこの時代にそういうコツコツとやっても難しいし、うんうん、自分がそこまで能力あると思わなかったので、予備校でトップになるためには予備校講師になっちゃいけないと思ったんですよ。おー、やっぱりそういうの数が少なかったので、はいはい、誰もやってないジャンルでってことですかね。これがまあ YouTube を始めた理由です。なるほど、レッドオーシャンではなくブルーオーシャンに、はい、そうですね、飛び込んだわけですね、はい、ブルーオーシャンだらけですから今 YouTube はまだまだ。そうなんですね、まだまだ、はい、顔がしわくちゃならずに済んだわけです、ね、いやもう本当にブルーオーシャンバーってやつ込んで一気に力出なくなってうわーってならなくてよかったぶっちゃけでも予備校の業界に戻りたいっていう気持ちはありますか。ないですね。あららら、ら、まあ、予備校っていうものにまあ依存しなくても自分で何か作れるかなっていうのがありますね、うん、はい、どうですか、なんかどっか大手の人が金積んできたら、
や多分いくら出されてもいかないと思います。へえ、はい、そうなんですね。あ 値段によるね。一旦来てください。一旦来てください。来ちゃいますよ、はい、でもまあ基本的にはあの受けないですね。本当に数千万とかだったら多分もう、いやもちろんもらえたら嬉しいですけど、うん、もうやりがいという意味で感じたら自分は今はもう受ける気はないですかね。なるほど、はい、それこそなんか必要な講師がぐっと減ると思うんですよね、映像事業化進んだら。そこでね、神経すり減らして戦うのは自分にその、まあ、勇気がないというか、うんうんうん、まあ、友達なんですね、勇気はね、ちょっとね、そこがないというか、愛の方で行くしかないですね、はい、予備校は愛はあるんですよ。あ、そうですね、はい、愛はありますよ、大好きなんですけど、自分がそこで生き残れますかと言われたら、うん、神経すり減らすのが嫌だなっていう。なるほど、なるほど、はい、いや、わかります、その気持ちは、はい、YouTube 一本で暮らしていけるようになったのどれぐらいからですか？いやー、もう YouTube 一本で暮らしていけるなと思った段階はめちゃくちゃ早い。あ、そうなんですね。へえ。1ヶ月ぐらいですかね。早っ。最初広告でもつけてない？つけてないけど、はい、その登録者がすごく増えたので、あ、ぶわーっていったんですね。だから例えば自分が大学院をまあ中退したんですよ、その博士課程を中退した、はいまあ、理由が食べていけると思ったからですけ ど、 なるほど、はい、その時の登録者はまだ数万ですよ、はい、本当に10万超えてなくて全然、はいはい、ただまあやっぱりその YouTube の広告収入だけじゃなく、はいはい、生活のためのお金を作る方法あると思ったので、はいはい、だからまあ早かったです、それは。あ、そうだったんですね。YouTube の広告収入だけで頼ったらまだまだです。ちなみにあの食べれません。あ、そうなんですね。食べれません、はい、全然。あの完全にあの巷の人たちはもうそれで食べてる、はい、勘違いなんか週のほとんどは寝てて、それは事実です。ただ食べていきますよ、広告収入だけ。それでなんかもう食べてる人だっていう噂がすごいですよ。いやいやいや、それは間違った噂ですよ、うん、あ、そうなんですね。本当に、まあ、2人いるんだよ、やっぱり。あ、そうですよね、2人いるので、さすがに無理。予備さんとノリさんでした。予備さんとノリさんがいるんですよ。違うわ。いきなりボケ振るから。え、あんまりボケはやんなかったのに、予備さん、ノリさんなので、2人は無理ですよ。あ、そうか、そうですよ、分かると思いますけどね、やってる人だったら。2人で、はい、そうですね、2人で終わっちゃったら、全然無理。そうですね、はい。それこそだから、クラウドファンディングとかも始めて、なるほど。予備さん、ノリさん、9-1 ぐらいなんじゃないですか。いや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 、ほぼ半々ですよ。あ、ほぼ、はい、この、はい、半々です。そこの、ほぼ隠された部分をですね。いやいやいや、ほぼの部分はちょっとまあ、曲線の短冊の。いやいやいや、ほぼの部分。いやいや、そういう、ちゃんと読んでるじゃないですか、中身。ちゃんと全部読みましたから、積分のパート読んでるじゃないですか。全部読みましたよ、ちゃんと。今、嘘かなと思ったら。でも確かに割と読んだ人の本の開き方して、これを読んで、あの大体わかるんですよね、この、そうそう、読みましたって言って、あの、なんかどこにもあの線がない人とかいる。そうそう、まっさら。なんかあの、バーって時に何も手に突っかかることなく最後に行くんですけど、これだとちょっと途中途中でこうやって多分決めた部分があるから。ちゃんと、はい、計算のとことか式のとこで、時間かかってますから。律儀ですね。はい、あ、全然食べれません。あ、そうなんですか、ね、はい、食べれません。意外、リアルの話すれば YouTube の広告収入とクラウドファンディングでいただくその5000円のお金で2人がギリ生活できるみたいです。ああ、そうなんですね、はい、ね、本当にギリも食べながら、もう本当に自給自足自給自足ですよ、直自給じゃない、自給自足本当に、はい、そうなん、本当ですよ、これは本当に嘘じゃないです。自分は結構そのお金の話をオープンにしていこうと思ってるタイプなので、そうなんですね、はい、結構まあ YouTube の人言わない人が多かったし、 あ、ね、あと特に教育系はやっぱりお金の話を出すのがまあ悪いというのが、自分そこを変えたいなと思ってるので。あ、そうですよね、はい、なんかまあお金の話をしていいと思うんですよ、教育はビジネスになりうるし。そうですよね、なんかその、いや、もうもっと好感持ってました。あ、本当ですか、本当、もうすごい、こういう汚い話とか好きなんですか、もしかして。すぐこういう話。いや、でもだってこの間なんか楽屋行ったじゃないですか、はいはい、楽屋ってみんなお金の話聞いてきましたね、ここにね。もうそうですね、あの先生いくらもらってるんですか、はいはいはい、だって気になるし、だってそれはだってね、みんなそういう話、原動力にもなるし、何か大きいことやるにはお金が必要だし、そのなんかクリーンなイメージだけその講師をやりたくないんですよ、はいはいはい、そうですね、その生徒のことを思ってとか教育のことを本当に書いたと思ってとかっていうのだけでイメージつけてると、それこそ本当にボランティアみたいな仕事がたくさん来るようになってしまうし、別に悪いことじゃないですけどね、自分はそうでありたくないなっていうのが、ちゃんとした講師もお金を稼げる仕事だし、ビジネスになりうるし、考え方によってはいろんな働き方があるっていうのを一つ提示できたらなっていう、めちゃくちゃ真面目じゃないですか。いい、めっちゃいい、ゴールじゃない、まさにゴールだ、ゴールだ。そう、だからあのお金の話別に自分はいいですよ、全然。だから本当にだからそれでギリギリ暮らせるぐらいですねっていう。だから他の仕事を何かしら、まあ、それこそアベマがあった、はいはいはい、去年だったら、はい、そうですね。だから次の多分あれですよ、あの匠さんのぜひ動画見てください、全部あの出ますから。何がいくらもう稼いだって、ね、全部細かく計算してこうグラフになって、いやいやいや、毎回そんな出さないです、微分で微分して、変化見ないです、変化見ないです、極大です、今月極大です、
見てんの、やるね、見てるな、ちゃんとちゃんと見てるな、ちゃんと見てる、びっくりだ、ちゃんと最高。この人前での教える楽しさの、はい、懐かしくもあり、はい、エモいみたいな、いや、ありますよ、少しなんかまあやりたいなって思うことはありますね、やっぱりそうね、だからまあその、まあ、今年やってないんですけど、去年とかだと直接授業、はい、セミナーチックなもの開いたりとかした時にはやっぱりまあすごく面白いなって感じる部分もあったし、あとはなんかまあ今それこそね、あ、この本全然忘れてた、オープニングでなんかやってましたね、人形が僕の代わりにね、友人があのこの本ってその授業を実際にして生徒たちを前にですね、それでこの本が書籍化されてるんですけど、その時も言ったらまあ、うんうん、生徒の人がいて授業受ける人がいてやってるので、予備校な、なんかすごい人がいる中で笑かしたいみたいなのとか、笑かしたいですよ、だからそれを大喜利イベントやってます、あ、僕はそうですね、お笑いのイベントに、ね、あのちょくちょく出て出させていただくことあるんですけど、はいはい、それでやっぱ笑い取れた時はおは嬉しいってなるんですね、はいはい、授業の方が圧倒的に簡単じゃないですか、ホームなんで、はい、もうでもあの大喜利も結構優しいんですよ、優しいんですね、それこそあの大島さん、ちょめちょめちょめ大島さんが主催してくれてるやつで、はいはい、結構すごく空気が良くてですね、あ、そうですね、ハードルが低いです、ハードルが低いですって言っちゃってる、ありがたいんですよ、予備校講師やってて何面白かったかって言ったら、はい、割と授業をしてる時よりもしかしたら笑わしてる方が面白かったかもしれない、ああ、はいはい、はい、ありますよね、そういうのも、はい、何かやっぱそこで引きつけたらなんかやっぱあ、今日嬉しいなと思って帰れる、はいはい、そうですね、はい、授業がうまくいったなって日は多分2日ぐらいで忘れるんですけど、笑い取った日は2ヶ月ぐらいちょうど2ヶ月前かあの笑い取ったのぐらいの勢いで覚えてますからね、はい、本当に予備校講師の笑いってあのハードルが低いですから、そうそうそう、もうホーム上ってもう本当に受験生はもう飢えてますからね、そのちょっとした外れた部分に勉強以外のだからどんどん勘違いです、自分が面白いんじゃないか、自分が面白いんじゃないか、どんどん勘違いです、それが YouTube で出ちゃったんです、なるほどなるほど、で自分で行ってみて、はい、あ、これ面白くないと思って自分でファボゼロのボケすんなって突っ込んだのが始まりです、このファボゼロのボケすんなという始まりだったんですね、はい、これあの予備校で使ってないので、あ、まあそう、はい、予備校ではファボ2万だと思ってたんで僕のボケは予備校講師の方は尊敬してるので、ありがとうございます、もう全員ですよ、本当に、本当ですか、予備校講師、はい、全員嘘ですね、嘘ですね、はい、じゃあ尊敬してない、尊敬してない予備校講師、いやいや、ここオープニング使う、尊敬してない予備校講師、そんなタイトルにしないでほしい、みんな本当に尊敬してるんですよ、特にやっぱその上手いと思った人は、はい、もう尊敬して、もう有名講師はみんな上手いので、やっぱ本当に、はい、もう動画で見るような先生たちは上手いですよ、やっぱり映像状態で接点 T もう何回見ました、もう電話出てるよみたいな、そうやりたい、あれいつかやりたいパロディ、まあ、ちょっとこれ見た時も思いましたからね、ちょっとやりたい、これ来るかなと思ったらやりたかったんですよこう来て、あ、そう、来るかなって思って出てきたんで、やりたかったけどやっぱちょっといろいろと問題がやっぱその辺はあったわけです、はい、コンプライアンスがあったわけです、はい、予備校講師の時代はですね、実は科学なんですよ、あ、担当そうだったんですね、はい、科学選んだ理由はですね、はい、あの高校生にその理科の楽しみを教えるときにはちょうど真ん中の科目というか、そのサイエンスって土台が物理で、はい、その上に科学、その上に生物が成り立ってるんですけど、はいはいはい、その物理を教えるとなかなか生物の魅力って伝えられないんですよ、あまりリンクするものがないし、 あまり、ね、物理の授業で生物の話出てこないし、なんなら生物の話で物理の話って出てこないんですよ、ほうほうほう、まあ、当然ですけどね、でも例えば科学を教えると科学ってちょうど真ん中の位置にいるので、はいはい、ちょっと話したらすぐ物理になったりとか、あ、なるほど、例えば科学でよく科学のイメージ多分原子とか習うイメージがあるんですけど、はいはいはい、別に原子ってちょっと踏み込んだらもうその即物理なんですよ、あ、はい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 、なるほどなるほど、で例えば科学で反応速度って習うんですけど、ちょっと踏み込んだらもうそのまま生物なんですよ、うん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 、だからちょうど真ん中にいてですね、話の引き出しがすごく多くて、まあ自分が全体好きなのでサイエンス全体が一番楽しく話せるだろうということで科学を選んで、高校生にはずっと科学を教えてました、今後はどういった形で予定なんですか、まあ、なんかよく教育界を変えたんですかとか言われるんですけど、はいはいはい、そこまであの高い志ないです、はあ、そんななんかまあ自分の実力過信してないというか、はあ、その範囲を広げたいというのがあります、はいはいはい、やっぱなんかまあ保険じゃないですけど、うんうん、自分一つのことずっとやるのが苦手なので、はあ、でいろんな刺激を得て、でいろんなそのノウハウをいろんなところで利用したいんですよ、うん、なるほど、はい、お笑いのイベントで培ったなんかその空気の読み方とかトークとかを、はいはい、コラボ動画の時に会話とかでやったりとか、授業動画のお笑いネタにしたりとかっていう、なんかちょっとそういうクロスするのが好きなんですよね、はいはい、何事も、はい、すごい科学と物理生物みたいな感じ で好きなんですよ、クロスするの、執筆業とかもこれから、いや、あんまり執筆はしないです、あ、しないんですね、本格の大変でしたね、はい、そうです何十冊も出してもらえるじゃないですか、そうです、44冊、もう今年50多分いくと思いますけど、はい、年の話してみたいな仕事あんまりねしたくない、はいはい、はい、
そうなんか、そうそう、なんか暇キャラっていうのは、いろんなとこから聞くんですけど、なぜそんな噂がやってくるのか、はい、それは答えましょうか、はい、事実だから事実だから、はい、なんか、すごい、呼び鳴さんってすごいらしいよみたいな、全然働いてないらしいよみたいな、そういうのが、なんで予備校業界から耳に届くんだろうと思いながらだからもう、なんかネタ見かもしれないそうですよ、ね、あいつ働いてねえんか、そう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 かも、いろんなことできる、ね、いろんなことできるんですよね。だからそれこそアベマとかもね、時間なかったら受けれなかったので、できないですよね、はい、土日とか関係ないので、なるほどなるほど、もうポン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 で、まあ、ランダムに来るのでね、はい、結構まあ多分企画見てたら分かると思うんですけど、まあ、本当に直前の内容が放送されたりするので、はいはい、ってことはあれね、そういうスケジュール合わせるときってもっと直前なんですよ。なるほど、へえ。じゃあもう明日とか明後日とかってなるときになかなか普通の人はできないので、暇だった感じです。ああ、なるほど、はい、確かに呼んでくださいとかスタッフに、スタッフにちょっと見てるんですか僕に権限がないんで、スタッフ、スタッフ呼んで、スタッフは多分見てないです数学のなんか魅力はでも伝えたいとかっていうのはあるんですか、やっぱり。でもこのやっぱ科学とかが、まあ、でもサイエンスと勝手に伝わってほしいですね勝手に伝わってほしい。数学の魅力を伝える人たくさんいるんでね、はいはい、実際に僕より上手い人ももちろんいますし、一般的な啓蒙活動が上手い人もいるんで、うん、自分は一番その上のところというかで待ってるので、なんかまあモチベーションしてくれたらなっていう。ああ、なるほど、はい、はいはいはい、あ、こんなかっこいい数学あるんだって、まあ、勝手に思ってもらって、うん、でまあ人によってはどっから準備するか分かんないですけど、どっからか準備して、で自分のところに来てくれたらいいなっていう、なんかゴールでありたいですね、そういう、はい、ゴールでありたい、いいですねそれ、ゴールでありたいんですよ、はい、じゃあそのためにはまず鼻を倒すってことで、いや敵じゃない敵じゃない敵じゃない、鼻を倒して電波とベータさせるみたいな、まあなんかそういうサムネ撮りたいです。こんな感じですね。はい、今回はですね、トミさんにおいでいただきました。はい、はい、きっといろいろ参加になったと思いますので。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.